これ食べへん。いや、明太クーランス食べたらよろしいやん。何食べたい？焼きそば。焼きそば？美味しい焼きそば。美味しい焼きそば。焼きそば麺ないで。今日はうちの奥さんが、焼きそば食べたいって言うんですけど、材料がないのであるもので焼きそば作っていきます。スパゲティでいこう。いけるやん。いけるいける。砂糖にこれ入れる。焼きそば麺っぽくしようかな。中華麺って油やもんな。そう、油まとってるやろ。目玉焼きも欲しい。じゃあ先目玉焼き作ったから。目玉焼きは少し油多めの方が綺麗に焼けて美味しいです。なんでビビらずに油入れちゃいましょう。サラダ油軽く。はい、豚ミンチ。今日豚肉ないから豚ミンチ。美味しい。まあ何でもいいよ。大体焼きそばって油、肉の油とさ、麺とキャベツやろ。だから何でもいいよ。牛肉でもいいし。鶏皮のやつも美味しいもん。鶏皮、そうそう、この間やった鶏皮でもうまいし。なんか肉っ気があればもううまくなるよ。逆にこれうまみが出てうまいかも。焼きそばのキャベツはシャキシャキしてたら美味しくないから、もう先に入れちゃいます。あるかないかぐらいがいいよね。言う方でしょ。そうそう、下味。下味つけます。いいね。はい、どうぞ。まあ、ほら、こんな感じね。キャベツはこれぐらいしんなりしたらうまい。あるあるやん。うわ、美味しそう。麺だけでも。お弁当に入れるときは、これでやった方がいいじゃん。うん、うるさ。料理研究家でしたっけ。な、思わん。思ってた。はい、ここにスパゲティ。豚はミンチからすごい油が出てるからさ、それが麺吸っていいかも。でもやっぱパスタやな。うん、スパゲティになるね。まあでもソースで、あの茶色くしたらもう焼きそばやで。いくで。うん、食べてみる。ペペロンチーノ。はい。うまい。うまくない、もう。もうすでにうまいからさ、何してもうまいよな。はい、ウスターソース。ウスターソースちょっと入れるとうまい。いっぱい入ってるから、リンゴとか。ちょっとピリ辛にします。それほんま美味しいよな。これうまい、これめっちゃうまい。ドロソース、神戸ドロソースで、ソース、お好み焼きソース。美味しそう。あの焼きそばソースって売ってるやん、あれってちょっとスパイシーやねん。お好み焼きソースってちょっと甘い、うん、基本で。焼きそばソースってちょっと胡椒とか強いから、これを足せばもうこれだけでいいよ。焼きそばソース買わんでいいよ。焼肉ありやな。全然あり。うまそうじゃない。でちょっと焼くね。焼くのがポイント。ひっくり返すよっ、はい、そばがあんにやったらこのパン食べてもいいな。なんか明太フランスだけじゃ食べへんのか、うん、やってこの感じよ。焼きそばはこの焼き目が美味しいで、ちょっとこのパサッとパサッと感が出てきたぐらいうまい。完成。盛り付け。美味しそう。パスタで焼きそばって美味しそうじゃない。うん、結構麺がしっかりしてるからさ、これありやで、これはこれで。なあ。うん。うまそう。焼きそばの麺って安いやつブーブーするもんな。あ、ちぎれるやん。うん。うん、そうじゃない？扱いづらいよな、あれ。なんかかわいい。いいだろ？この目。本当の目玉。ほんまや。本当の目玉だった。口、昭和にしようじゃん。うん。ほら。それ、あ、バツにしよう、口。はい。なった、はい、どう、かわいい。髪の毛生やしたのか。え、髪の毛生やしたのか。いや、もじゃもじゃ変だよ。うん、かわいい。いいんじゃない。
味しい、ひき肉。うん、うまい。ひき肉おすすめ、うん、今回は焼きそばをパスタで作ってみました。あとポイントは茹でるときにオリーブオイルをまとわせる、これだけです。これで美味しい焼きそばができます。作ってみてね。誰が作ってさよならさよなら。あとかつお節も美味しい。畳み込むな。ご視聴ありがとうございました。今日の料理を見て美味しそう、作ってみたいと思っていただければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。その他インスタグラムでも情報発信していますので、概要欄のチェックも合わせてお願いいたします。